ありがとうございます。はい、豊田翼です。このチャンネルは私、豊田先生こと豊田翼が日常生活で得た気づきや学びを発信するチャンネルでございます。私の人生経験が皆様の生活に1%でも役に立てばと、そんな志で日々頑張っております。本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速参りましょう。本日は、私の2021年度の、収入を、公開、まとめようと思っております。はい、まあ、それでは早速参りましょう。そうですね、まずざっくり2021年の流れから説明させていただきます。2020年の12月に私、大学卒業後に働いていた旅館を退職しまして、塾に勤めることになりました。で、塾に勤めたのが、まあ、約2、3週間程度で、で、それを、まあ、退職したのが、まあ、1月です。2021年1月です。で、その後ですね、まあ、ちょっと工場に就職したんですけど、まあ、1日で辞めてしまいました。で、その後は、2月は、就職活動をするつもりだったんですが、実質的にはプータローで 全然職も見つからず、まあ、苦しい時期を過ごしました。で、3月に、コストコのアルバイトを始めました。で、契約期間が、2ヶ月ということで、5月までやりました。で、その後6月から、コストコのアルバイトと、お寿司屋のアルバイトもやりました。あ、コストコはすみません、パートになってで、それプラスお寿司屋さんのアルバイトもさせていただきました。で、そういう生活を、10月まで、続けました。で、11月からは、コストコ1本になって、2021年は、12月までざっくりとこんな感じでございます。すいません、ちょっと下手な説明だったんですけど、そんな感じです。はい。で、まあ、その給料いっていきたいと思います。まず1月、塾のアルバイト代が7万円でした。はい。続きまして2月、これは工場の、お金なんですけど、研修が1日と顔合わせが1日で、で、現場は1日出て、まあ、実質3日、で、実質1日の、3日、研修とか含めて3日で辞めました。すいません。はい。42,273円でした。はい。で、3月が、3月。あ、3月は、何もしてなかったので、2月分はなしで、0円です。はい。で、4月から、3月から始めたコストコ分の給料が入ってきて、7万、471円でした。続きまして5月、96,906円です。はい。そして6月ですね。ここから、コストコプラス、寿司屋さんの生活になってくる、なってきます。はい。コストコがまず55,741円。で、お寿司屋さんが10,200円。続きまして7月、コストコ55,544円。お寿司屋さんが60,150円。8月、コストコが1万、2000、あ、129,370円と、お寿司屋さんが73,463円。続きまして9月、コストコ12万5511円、お寿司屋さんが6,363円、続きまして10月、13,411円プラス、6万
1475円です。で、11月からコストコ1本になります。151,390円。そして12月、234,424円です。現在コストコで働いていて時給1500円もいただいております。ありがとうございます。まあそんな感じが2021年のざっくりとした感じで、合計ですね、122万291円になりました。これが令和3年分の僕の手取りの収入になります。確定申告やりました。初めてだったんで、まあちょっと手こずったんですけど、まあとりあえずなんかそんな大きな不備がなければと思っています。まあそんな感じで、今回はですね、私の給料を公開させていただきました。まあこれをやった経緯をちらっと説明させていただくと、まあシンプルに面白いっていうのが一つで、あとはまあ僕自身が、もっとこう給料を上げていきたいということで、僕自身、志に対して、そのお金の面からもアプローチしているんですけども、自分のそういう給料が増えていかないと、まあ、夢もまた遠いということで、これも夢につながる活動なので、ふざけているようですが、ふざけていないというか、マジではあります。はい。本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいね、コメント、拡散など、ぜひ私、豊田先生の応援よろしくお願いいたします。それでは、本日も最高の一日をお過ごしください。さよなら。